まっしぐらおぉ。先生は後藤先生いつも始まったんですか。え、こんにちは。こんにちは。すみません。元気？元気です。久しぶりだよ。本当に久しぶりだよ。よろしくお願いします。稽古積んできた？稽古は、いや全然2ヶ月ぐらいやってない。マジ？マジで？本当。楽しみだね。うん、今日皆さんいっぱい来てくれてるわけ。はい。生徒も楽しみにしてるから。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、初めまして、後藤です。よろしくお願いします。後藤お世話になってます。いつも剣道の方で、はい、一緒に稽古とかさせてもらってるんですけど。はい、YouTube いつも拝見してます。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。ドキドキしながら行きます。また何か言うから。確かに。うちが一緒に YouTube で出てる現場でございます。拝見してます。よろしくお願いします。今日はいろいろちょっとお話を聞かせてもらったり、あかりちゃんのなんかこうね、はい、高校生時代のことをちょっとお話を伺ったりとか、はい、あと稽古の方もよくからもちょっと色々、はい、話すことは多分いっぱいあると思うんですけど、はい、期待通りの話が聞いて、いろいろ言わないでください。今でもなんかいろいろ連絡しちゃって、先々週も飲んでる最中から電話で、ビデオ電話で後藤先生って見ながらちょくちょくあるんですよ。あ、そうですか。はい、でちょくちょくそんな話もじゃなくてちょっとよろしくお願いします。はいはい、すいません。飲んだ時しかないんですよ。逆に、はい、飲んだ時。ここは道場になるんですか。いや、道場。あ、向こう。はい、どうですか先生、ちょっと改めましてこの佐藤あかり、YouTube とかご覧になってますか。はい、見てます。どうですか。YouTube の番組を立ち上げるっていうのをネットで見てですね、はい、そこからずっと欠かさず拝見しております。そうですか、はい、見てていかがですか。ヒヤヒヤですね。本当にこれも正直な気持ちで、まあ、先生としてはヒヤ、はい、僕らとしては美味しいなと思ってます、はい、録画番組っていうのは分かってるんですけど、はい、それでもヒヤヒヤしました。ドキドキしますね。はい、次何言うんだろう。ね、キャラクター高校時代、僕らは今面白いんですけども、高校時代はどうだったんですか。多分渡辺さんのご存知のあかりと一緒です。あ、そうですか。はい、もうそのまんまです。こんな雰囲気だったんですか。はい、もうこの雰囲気です。ちょっとこう目が訴えてますけど。あんまり悪いこと言わないです。あ、悪い。雰囲気言ってる、ね。雰囲気、はい。雰囲気はこのまま。でも剣道はしっかりしてます。剣道はですね、ですからまあ、全国で勝った時に。新聞社から取材があるんですよ。なるほど、なるほど、はい、取材がインターハイの後だったと思うんですけども、取材があってですね、どういう生徒さんですかって言われたので、私はもう思わず、見た目とギャップがあるでしょっていう話はしたんです。まあ、全然強く見えないと思うんですよね。うん、はい、でも、まあ、剣道をして試合を始めたらもう勝負強いし、でそれで新聞記者の方も納得してました。あ、そうですよねって。ね、本当にギャップがありますよね。ギャップは大きいですね。うん、うん、面つけて稽古始まるとキッとしますからね。そうですね。はい、天野くんはあかりちゃんと稽古はもうしたことないです。まだしたことない、はい、この間防具勧めさせていただいて全て拒否されたっていう。だって全部白を勧めてくるんですよ。面も見た見た見た。それはちょっとやっぱり違いますよね。今の言い方ってやっぱおかしいですよね。違う。さっきあかりちゃんにね、どういう高校時代はどういう稽古してたの、朝練やってで昼またやって夜もまたやる、うん、1日3回もやんの、あそこの土手を走る、はい、それはもう自分たちでやってたんですよね。あ、そうなんですか。うん、だから私が指示をしたわけではなくて、うん、気がついたらもう友達と一緒に走っていたとかいうことなので、昼もそうです。だからこれを、うん、これをやれとか、うん、っていう話はしたことがないんですよ。だから自分たちで考えて、タイヤを、はい、打ってたよな。やってました、うん、あのタイヤを毎日毎日昼休みを打ってたようです。もう私は一切知らないです。あ、先生はこういうふうなメニューを作った。あ、何も言ってないです。うーん、あ、そうですか。はい、だからまあそういうところぐらいから強くなったのかなっていう気がしますね。あ、でも自分たちが足をこうしようと話し合って、うん、で、そう、体力をつけて、はい、でこうやっていくにはこうしたら、うん、そういうことなの。そうです
でも大将の子がめちゃくちゃしっかりしてて、でまあチームワークも良くて後藤先生もやっぱりいい先生だったから、みんなでインターハイ行きたいねっていう話で始まりましたよね。じゃあそういうインターハイという目標があって、その目標に行くためにはこういうふうにやっていかなきゃいけないってことをみんなで考えたんだよね。はい、偉いですね。偉いと思いますよ。相手の分析なんかもしてましたからね。あ、そうですか。はい、対戦相手を。そうですね。だから私の知らないとビデオなんか見よったビデオを見てました、みんなで。ビデオを見たりで、こうその相手の傾向っていうんですかね、試合のやり方なんかを紙に書き出したりしてたんですよ。でもう一切私は知らない。あ、そうですか。あの試合の前にさ、はい、ノートをみんなで車の中で見たやん。はい、あれ俺一回も見たことないけど。え、本当ですか。ないないない。お前たち後ろでさ、回していく。はいはいはい。なんか試合の前にまずなんかビデオをみんなで見るんですけど、もう大分県の中で強い高校である程度決まってて、そこにどうやって勝つかで一人一人のその対戦のビデオを見て、全員でこう分析したのを書いてて、でそれと別になんか毎日気持ちだみたいな、なんか心は一つみたいなことをみんなでやっぱ本当に書いて、それをあの試合の時後藤先生の車に乗せていただくんですけど、そこでみんなで回しながら読んで気持ちをこう一つにしていくみたいなことをしてます。へえ。でもそういうなんか自分のそういう今でもなんか持ってるんだって。あ、毎日その剣道ノートっていうの、それと別に毎日、はい、剣道ノートっていうのをあの1日の稽古の反省を書いて朝後藤先生に提出してコメントをいただくっていうのを毎日ずっと続けてて、それは今日あります。ちょっと見せてください。でもなんか私が持ってきたのもうめっちゃ前でボロボロでこんな感じでこう、こう自分で書いたのに先生が赤で、はい、これを本当毎日書いてくださって。ちょっとここを読んでみてとかありますか。ここを読んでみてですか。ここはいいこと書いてあるから、ここはいいこと書いて、先生がいいことを書いてあるんで、ここなんかどう抜粋するのにどうでしょうってことよ。そうですよね。意味わかります。わかりますけども、これ最後の、これはあの最後インターハイが終わった時の感想を書いてくださって、この文は何度も本当これだから表紙ボロボロなんですけど、これ本当ずっともう撮ってて家にあって持ってきました。インターハイ終わって、終わってなんかこう、じゃあ私の嬉しい言葉を言いますね。お願いします。まあ最初の5分6分はちょっとあまり言いたくないので心に留めて、はい、最後の嬉しかったところは、この前先生の言葉、はい、はい、この前話したように、明かりのそばに監督って座ることはもう二度とないけど、先生にとってもたくさんの幸せな時間が過ごせたって書いてくれたんですよ。で、なんかこの文が本当に嬉しくて笑うとこじゃないよ。違う、恥ずかしいです。でも本当これがすごい嬉しくて、あともう一個嬉しかったのは、もうなんか卒業するときに部員の皆さんが書いてくれたやつで、これにも後藤先生とその当時の松本先生って男子の、あの監督が書いてくださった文があって、内容がなんか後藤先生はこう諦めないで努力することの大切さを実感できたみたいなことを書いてくださって、それはなんか今見てもなんかそれは本当剣道だけじゃなくて、今そのやってるお仕事とかまだ全然駆け出しだし無謀なとこかもしれないけど、この言葉が諦めないで頑張ったらっていう文を書いてくださってるから頑張ろうって思えたりっていう、その後藤先生と松本先生の言葉は本当今でも剣道以外にも頑張ろうっていう力になってます。いい言葉ですね。はい、ね、いい子に育ちましたね。よく持ってたね。え、もう持ってました。向こうで東京でこっちを持ってて、はい。天野くんどうですか。ほっこりする話だな。ねえ、ちょっと感動しちゃいますよね。先生優しいね。優しいね。本当優しい。やっぱりその高校生のね、先生そういう多感な時期を一生懸命こう剣道に打ち込んで、そういう思いをちゃんと
分かってくれてるってことだね。うん、そうですね。ほとんど一日の大半をここで過ごすので、うん、やっぱり大変だったと思いますよ。で、私の知らないところでどって走って帰ってる姿を何回か見たり、帰ってきてる姿とかですね。まあ昼休みもやったり、で居残り練習もしたことがある。ナホでしたね。ちょっと練習残って練習していいですかとか言って、稽古が全員終わった後にですね、道場なんほんのちょっとやったんですね。自分が気になってることをきちんとその日のうちにこう解決したいっていうのがあったみたいで、だからそういうのではまあひたむきによく頑張ったと思います。だからまあ入学の時はまあ線も細かってよく転んでたんですよ。だからどうなるんかなと思ってたんですけどね、もう頑張って成果を残してくれたので、だから私も多分コメントにそういうふうに書いたのかなと、努力するといいことがあるなっていうことな。まあ、取ってもらってるのが嬉しいな。いや本当宝物です。本当、はい、だいたいすぐなくすのに、ね、だからこれだけはちゃんと取ってるんです。だからそれだけやっぱりこう心に響いた、自分で、ね、こう頑張ってきたことにきちんと先生がそういう答えを出してくれて、よく頑張ったねっていう、こういうやっぱ褒められて嬉しいしね。嬉しいです。しかも本当ずっとなんか剣道もそうなんですけど、学年の私たちの学年の学年主任もしてくださってて、毎日こう階段のところに毎朝こう武道場以外でも学校のところでも毎朝立っておはようって声をみんなにかけてくださってるような先生だったから、なんか本当になんかずっと一緒に本当インターハイ行きたいっていう気持ちがどんどんこう高くなって、だからいい先生と出会えたんですね。はい、そうですね。高校のぐらいの時にさ、なんかこういい先生と出会うとすごく影響を受けるよね。はい。天野くんは出会ってなかったけど。いや本当今度またもう漫画みたいな話あるんだなと思って。いやなんかそれあれ本当に本物ですよね。本当ですよ。そのノートとか。そう本当にちゃんとほら見たことないよ。はい、あります。あもうこういうの本当にあるんですか。あんまなくないですか。なんか。まあ、本当にこういうの、あの テレビでしか見たことないから。ちょっと読んでごらんなさい。赤いところ。赤いのが先生が書いてる。いやでもちゃんとこう毎回返してくれるってことですよ先生。はい。そういう先生いなくいるんですね。そうだからやっぱりそういう先生がいらして、そうするとやっぱ生徒も、うん、なんかこだえようと思って頑張れるってことですよね。いやこういう先生がまずいました。うん、僕はあの好きな先生いましたよ。いろいろ影響を受けた先生いました。うん、あでも僕も一人だけ好きな先生いたんですけど、その人やっぱ剣道の先生でした。あ僕はね書道の先生とか世界史の先生、はい、剣道の先生はなんでこんなに稽古するんだろうと思って。いや僕はやっぱりそういうふうに影響をこう受ける先生がいらっしゃるってことで、ね、そういう先生と出会えたってことが素晴らしいこと。また先生がそういうふうにね生徒をこう見つめてこうずっと温かく見つめてたってことがやっぱりね素晴らしい先生ですよね。うん、この剣道ノートってのは全員が、そうですね、はい、朝まとめて私のところに置いて、私が空いた時間に見てコメントを書いて夕方返す。だってその部活動でこう指導するだけでも大変なのに、で教師というね、うん、仕事もありながらそれをまたこう一つ一つ丁寧に書くっていうのはこう大変じゃないですか。まあ大変とはあんまりものだったんですね。まあね、あの話すとなかなか言えないこともね紙にやったら書けるとかあるんですよ。なるほど、はい、だから面と向かって先生には言えないけれども、こういうことが気がついたとかここが悪かったとかそういうのが出てくるので、まあ、それは一つ その意思疎通のツールだった。そうですね、うん、言われたらそうですね、はい、なかなか話しづらいじゃないですか。でもその文字にすると、はい、手紙を書くみたいなもんだから、ね、思ったことを、ねはい、書けるし、また先生もそれに対してこう、うん、あの返答ができるっていう、はい、ああ、それはいい方法ですね。だから寝る前にまた一日を振り返って、うん、その時は思わなかったこと気づかなかったことがその時にこう蘇ってくることもあると思う。それはだからあの剣道だけじゃなくて
他のことにもいろいろ使えますね。それこそもうまあ家庭、家庭の中でもね、言えないようなことでもちょっとこう書いて、ではいてもまたそれでっていう理解してもらうっていうことで、そういうことでも会社でもまあそうでしょうしね。そういうのって使えますね。はい、いいと思いますよ。なかなかこうね、言えないことをためるよりは、そういうので。で先生もなんかその剣道ノートは別のやつを持ってらっしゃるっていう。あ、そうなんですよ。これ覚えてる？これ覚えてない？なんかノートばっか出てくるんですか？これも剣道ノートですね。お母さんも。お母さんからさっき預かった。お母さん。どういうことですか？お母さん。なんかその剣道ノートがいっぱいあるんですよ。はい。でそれのまたもういっぱいあると、これナンバー9だから9冊目ですね。えそれはまた違う剣道ノートですか？いや多分もっとバージョンが新しい古いやつかな。古いやつかもしれないです、すごいですよね。え初め入ってきた時は強かったんですか？苦笑いじゃない。でも私でも4歳か5歳からやってたわけじゃないですか。弱い弱いです。線が細かったんですね。そうですね。じゃあ入ってきた時はその最終的なインハイで3位とかまで行くような様子ではなかったと。あのこれいけるなっていう感じだった。いやあのうわーって感じですか？この学年も少なかったんですよ。はい、3人3人だったんですよね、はい、同期がね。でそんなに選手がこうたくさんいる時代でもなかったんですけど、はい、まあ最初の頃はね練習試合も勝てずに、はい、じゃあ最初から強かったわけですか？あ、それはないです、ね、なんか先輩の一個上の先輩のインターハイ予選で、うん、私先方で出たんですけど、うん、決勝で初めてもうポポーンって日本負けしちゃって、うん、それが本当今でも忘れられないぐらいの、もうなんか先輩のインターハイ予選だったじゃないですか。先輩ずすごい優しくて、で一緒に稽古してきたのに私がもういきなり先輩に日本負けしちゃってっていう感じでした。それが、それが2年生の夏ですね、うん、はい、2年生の6月の予選でもうすぐに負けたんですよ。で、まあ、上級生はそれを責めるわけでもないんですけど、もうそれも逆にそれが多分こうバネになって、あ、で先輩、そうですね、先輩がいるのに自分が負けちゃったからも先輩のインターハイの夢がなくなっちゃった。そうなんです。その責任を自分で感じてすごい悔しかったです。それは悔しかった。負け方がまたすごかったんですごかった。あっという間に、もう端っぽんで、あとは真っ白になってまたみたいな、あっという間に終わってしまって、はい、もう先輩申し訳ないと。もうでも、でも先輩がそれを責めるわけじゃない。そうですね。だから、だから自分たちの時はきちっとこうやって先輩にも失礼になるし、頑張っていかなきゃと、はい、それで自主練とか始めた。そうですね、そこから力が多分熱が入ってきたと思いますね。だからで先輩がそれでもう終わりやな、はい、で秋の新人戦と次の全国選抜予選と、でその次の3年生になった時のインターハイ予選が3つ続けて勝ったんですよ、団体で優勝して。その悔しさをバネに頑張ったのかなと思いますね。やっぱりその負けることとかそういう悔しさを持つことってのはやっぱりこうバネになっていくんですね。そうだと思いますね。そういうのがあるからまた次頑張れるし、だから人生も同じだね。だからこう挫折して、そしてまたこう頑張ろうっていう、そうですね、ね、そういうことですね。いやだから本当にいい先生に出会って、いい先輩に出会って、いい仲間がいて、本当にそうです、ね、だからこの高校で剣道を学んだことがもう本当に人生の中でね、ずっとこれ役に立ちますね。だといいですね。大学行っても剣道頑張ってて、で今度進路を決めるときにも相談はあったんですよ。あ、進路決めるときに、はい、どうしようかと、はい、卒業後の進路ですね、どうしようかということで、私はもう電話で
ずっと話をしました。土井先生とずっと電話して、はい、先生にずっと相談してて、はい、先生はどう進めたんですか。ですね、多分これはあんまり言わない方がいい。これはダメです。言わない方がいいな。なんでなんで。これはダメです。本気の相談をしたんです。なんかその芸能とやっぱお母さんとかは芸能を反対してたので、そういう本当に悩んでる時にずっと相談してて、すごいなんか助けられました。でもこうやってちゃんとお母さん、ね、見に来てくださるからいいじゃないですかね。もう今となっちゃ反対してたのに。渡辺さんのファンなんで。めっちゃ良かったね。じゃあ剣道やってて本当に良かったね。この番組はすごい応援してくれてます。そうですよね。あとちょっと、はい、この話も聞いていいですか。俺何ですか。先生は目の前で見てたわけじゃないですか、はい、あ、これですね、はい、もうしない袋がボロボロになってるっていうことじゃなくてです。あ、そうですよ。ボロボロのしない袋じゃなくて YouTube の番組で見て、はい、こっちですね。これはですね、優秀選手をいただいた時のものやね。はい、本人はね、あんまりね、いや、たまたま 何人か抜いたみたいで、あんまりね、うん、多くを語らないんですよ。いや、多分ね、副賞で決めた試合が結構あったんですよ。大賞まで出さずにっていうのがあったので、優秀選手。副賞です。副賞でした。で、決めた試合がすごい、はい、多かったんですよ。で、ベスト8にも入ったので、ベスト8以上が優秀選手になるんですけどね。で、それも前の年が16でした。16ですね。はい、玉龍記の前の年が、あかりが2年の時が16 で次はもうちょっと上に行きたいなっていう話をしたら、まあ、上まで行けたんで、副賞が決めた試合は私は印象に残ってますね。いや、うん、しっかりもう勝ったわけですね、はい、敵からするとまさかっていうような感じで試合をするので、はい、いや、その話めっちゃ聞きたいですよね。だって全然教えてくれないですもんね。そうなの。いや、でも本当大将が強いから、多分並んで5人並んだ時に、あ、これは大丈夫って思われてる。防具とかですよね。そうだよ。着想も悪かった。悪いって言わないでください。着想もなんかこうな、なよってしてな。見た目がこうちょっとなよってしてるけども、はい、試合が出す。そうです。だからそのギャップで向こうはあれって思うかも。あ、そういうタイプなんだね。いや、でも番組の中でもね、この間僕初めて稽古したんですよ。そしたらそれまでいつもこんな感じなんで、本当に玉龍記とかで強かった、本当にインターハイで3位だったろ。やってみたら、うん、おお、そうですね、面はやっぱり早いと思いますよ。びっくりしました。あの番組の中でもなんか自分で説明しようってな、色のない面ですけど。恥ずかしいからなんか、そうです。でも俺も見とく。めっちゃ恥ずかしい。でもちょっとこういう先生にしか聞けない話って聞けると楽しいですよね。いや、番組の中で俺の名前一回言ったやろ。言いました。俺あれ見て、あ、誰か見た人が俺に話してくれて、先生の名前が出てたよって、はいはい、俺見たら、何やったっけ、昇段シーン。あ、段を、そうですよ。段は今まだ3段なんだけど、高校3年生で3段普通取れるのに、私は高校3年生取れなかったから、まだ3段なんですって話になってて、その時に私の名前が出たんですよ。そう、はい、で、私が昇段審査を受けたらダメって言ったようになってる。言って冗談。始まりますかね、これ。始まりますかね。始まりますかね。練習試合があるんだけども、お前練習試合出るよなって冗談っぽく言われたんだけども、覚えてない。ねえ、ひどい。え、だって私が、ナホが行った時やろ。ナホがだから商談審査に行って、うんうん、私だけ練習試合なぜ大将で福岡の。福岡で、うんうん、その時商談審査と被ったじゃないですか。ナホが行っちゃって。で、だからナホが商談審査行ったじゃないですか。うん、で、私も本当は行く予定だったんですけど、うん、前まで行ったら3人いないや、なんかいないだろ、うんうん。お前まさか行くとか言わんやろなって冗談っぽく言われたから、じゃあ行かない方がいいのかなって思ってて、うん、練習試合の方に行ったんですよ。あ、そうやったな。ひどい。確かにナホから福岡に電話かかって、そうですよね、うん、通りましたって。その時だからナホは行ってるのは俺覚えてない。私は練習試合を取ったんです、うん、先生が来る目かどっかや。そうです、そうです。あ、なんで忘れてるんですか。ちょっと待ってください。っていうことは、いや、先生が、いや、先生が軽く言ったことを、うん、あかりちゃんは真剣に受け止めて、それをさ、全国の人が見てる。
ところで俺をさ言ったやろでこれでまた挽回できるまあまあでもねいろんな思い出、はいはい、待ってください今の話だとさ商談審査行ってないんですか行ってないですだからあかりちゃんは2段なんだよね現在2段俺この間まで違うんです先生これにはこれ今言った方がいいんですかこれには深い話が展開がありまして、うん、2段じゃないですか、うん、で、奈穂が高校卒業の時2段2段じゃないですか、うん、で、大学に入学するじゃないですか、うん、で、あのですね次3段じゃないですか、うん、で、私お友達の商談室さん見に行ったんですよ、うん、で、その子受かったんですよ、うん、で、私は多分応援だけ行っててで、受かったってなって、うん、おめでとうってなって打ち上げも行ってすごい楽しい気分になっちゃって、うんうんなんか自分も3段だとなんか本当になんか時を重ねてこの前テレビで、あ、テレビじゃない、番組で3段そうなんです、でずっと私3段と思ってて、しかも奈穂が4段なんですよ、うん、今で、奈穂と私は1個違う、段差が違う、1個あるっていう感覚だったから、うん、あ、奈穂4段、あ、じゃあ私3段なんだってずっと思ってて、なんかその剣道日本さんとかなんか、うんうん、いろんなとこで普通にもう、あ、3段ですってもうこの言ったよな。で、だから渡辺さんが次じゃあ4段を受けるのは結構みんなこの世代の人たちはバチバチだから頑張ってねっていう話は。そうなんです。それ本当に4段を受けようと思って調べたら2段だった。先生、教育の方はもう少ししっかりしてもらえますもう剣道は十分教えました。じゃあ大学の時取らんかった。そうなんですよ。あ、そうなん。で、友達が受かってやったーやったーっつって私もってなったと思いますよだから11月に受けますおかしいですよね人の実体験を自分の実体験に置き換えられるうん、いやでもやっぱそのぐらいこう思えなきゃ強くなれないですかいやそういうことじゃない絶対そういうことじゃないそういうことじゃないだから今の話聞いててえそう今だから現在2段今度3段にいつでも挑戦できるはいすぐ挑戦しますいろいろトンチンカンなんだ、はい、びっくりしましたいやでもね、本当になんか楽しい高校の頃からも楽しいことだったんですね、はいはいまあだはい、でも稽古とか試合になったらまた違うのでそのギャップはね、はい、普段はもうこんな感じですけど、はい、いやその高校時代いろいろこう稽古した、まあ、現役の高校生の皆さんと、はい、一緒にちょっとプラムを稽古して、はい、体動かして、はい、稽古参加させてもらってよろしくございますか、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いつも青山学院かなんかでやってるよな。はい、うん、昔の持ってるの大分つぶさぎ。え、どうした？実家に多分どこかに。え、今日持ってないんです。今日はどれでやるの？今日は あるんですか青山学院。今日は何で今日は今日何持ってきた？今日青学のです。青学の違うだろう、違うだろう、お前つぶさぎだろ。ちょっとないあるんですか？この前さちょっと私な、ちょっと待ってね、どっかあるから釣れたかな。なんでさ、なんでノートあってさ、タレネームないの？いや、なんかお前ね、なんでノートあってタレネームないの？いや、なんかノートはあるんですよね。名札は大事だよ、ね、これ大事だから返しておく。ナンバー9を。確かにタレネームなんかちょっとそんなにノートあってタレネームないの？名札、あ、そうだ、この間勉強してたでしょ。そうだ、名札だえ、そんなことだろうと。うるせぇ。事態が前の えこれ作ってくださったんですか？事態がさ、ありがとうございます。やったっ、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。今日つけてもこれずっとつけます。うわ、めちゃ、うわ、ずっとつけます。出ちゃった。ずっとつけます。待って、俺この後なんかなんとなくあれなのにな。嬉しいちゃんとほらカメラにきちっと見せて、はい、この上を引っ張って、お前さ、綺麗に見せる ここをこうやって、はい、そうそう、めっちゃ嬉しいです。これ絶対嬉しいよね。これね、本当に、ね、本当にずっとつけるじゃん。どうかな、これもうみんな、僕たち全員顔が自分の顔を見えるもういろいろ教えなきゃ、ね、
ありがとうございます、本当に、うん、ありがとうございます。やったありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やだ嬉しい。偉いね、ちょっと感動しちゃったよ。ありがとうございます。マスコットしました。感動して泣きそうになったところお前が笑うから。